ビッグポイントの戦いは、南北戦争開戦直後の1861年6月5日に、バージニア州のポーツマスに近いビッグポイントで起きた、北軍砲艦と南軍砲台の砲撃戦である。ビッグポイントは、ハンプトンローズに近いナンスモンド川川口にあり、ニューポートニューズからは約5マイルの位置にある。サムター砦の戦いで、南北戦争が開戦してから、 特に重要な戦闘もないままに1ヶ月半が過ぎた時にこの戦闘が起こり当時はいくらかの注目を受けた戦闘そのものは決着がつかないものだったが南軍は北軍砲艦の攻撃を跳ね返し守備隊の砲撃で砲艦の乗組員5名を負傷させた南北戦争初期には北軍砲艦と南軍砲台の交戦がいくつか起きたが この戦闘もそれらと同様に北軍による海上封鎖、特にチェサピーク湾の封鎖に関連して発生した。南軍はそれらに対応してバージニア州の川を北軍が軍用にも商業用にも利用する可能性を否定したという動きの一部でもあった。1861年4月15日、サウスカロライナ州チャールストン港にあるサムタートリデで アメリカ陸軍の小さな守備隊が南軍に降伏した翌日、エイブラハム・リンカーン大統領が連邦資産の脱会と始まったばかりの7つの南部奴隷州の反乱の鎮圧のために志願兵7万5000人の募集を呼びかけた。バージニア州を含むワップランドサウスの4州は奴隷制度を認めており、リンカーンの呼びかけに応じることを拒否し、アメリカ合衆国から脱退手続きを始めた。 4月17日、リッチモンドで開催された会議では、バージニア州がアメリカ合衆国から脱退する条例を可決し、連邦政府の軍事行動に対して、バージニア州を守るために、州知事が志願兵を招集して、バージニア州軍に加えることを承認した。このバージニア脱退会議は、アメリカ合衆国からの脱退を5月23日の、 住民投票にかけることとしたが、この会議やバージニア州の政治的指導者たち、特に州知事のジョン・レッチャーの行動は、事実上バージニア州を脱退させたものだった。リンカーン大統領は、バージニア州の脱退に進む動きを注視し、脱退を問う住民投票の結果を待たずに、バージニア州をアメリカ連合国の一部として扱う行動に移った。4月27日、 当初のアメリカ連合国各州に対して4月19日に宣言していた海上封鎖をバージニア州とノースカロライナ州の港を含めるよう拡大させた。5月27日、ジェームズ川とヨーク川の間にあるバージニア半島の先端、モンロートリデを指揮する北軍のベンジャミン・フランクリン・バトラー少将が8マイル北のニューポートニューズに部隊を派遣して占領した。 5月29日までに北軍はジェームズ川川口の船舶運河とナンスモンド川河口をカバーするニューポートニューズポイントに宿営地と砲台を設置していた。一方南軍はニューポートニューズからナンスモンド川の対岸にあるピックポイントにノーォーク軍のゴスポート海軍造船所で捕獲した大砲を使って砲台を設営した。 バトラーはニューポートニューズに北軍の陣地を作った後、サフォークを占領するためにナンスモンド川を遡ろうと考えた。この目標を達成するためにはピックポイントの砲台を片付ける必要があった。ハリエットレーン1861年6月5日、バトラー将軍はジョン・ファウンス隊員にサムタートリデを補強し補給しようとした砲刊の一席、ハリエットレーンを使い、 ピックポイントの南軍砲台の強度を確認するためにそれを攻撃するよう命じた。ファウンスは砲台を攻撃したが水深が浅いためにかなり遠距離から砲弾を放つ必要があった。発射した30発の砲弾の大半は砲台の手前に落ちた。ポーツマスライフル重中隊を含む砲台の守備隊が反撃して北軍砲艦の乗組員5名を負傷させた。ファウンスは この短時間の交戦から、砲台は強力であると判断し、それでその任務を果たしたと考えた。強力な南軍火力の前に、戦いの場から、ハリエットレーンを退かせた。南軍砲台を指揮していた、ロバートペグラム隊員は、ハリエットレーンが33発の砲弾を放ち、損失も損傷も受けなかったと報告した。南軍は23発の砲弾を返した。 後の証言では、ハリエットレーンが、砲台の48ポンド砲一門を使用不能にしていた。ハリエットレーンの乗組員5名が、南軍の砲撃で負傷した。同じ6月5日、北軍のガーディン船、アセスクエーカーシティが、バージニア・ケープス沖で、南軍の船舶ジェネラル・グリーンを捕獲した。南軍は、ピックポイントの支配と砲台の運営を維持していたが、 1862年5月9日の半島方面作戦開始に伴い、ノーフォークとポーツマスを放棄した。北軍は5月10日と11日にノーフォークとポーツマスを占領した。ありがとうございます。